はい、皆さんおはようございます。今回は、えー、第101回目の、ね、英語講座をやっていきます。えー、受動体を、ね、ずっと前からやっていますけれども、それの今回は4回目で、えー、今日は否定文を扱いたいと思います。えー、これを否定文を、ねまあ、この講座に一つボンって置くのも、まあ、もう、 いいんじゃないかと思ったぐらいですね、皆さん、否定文っていうのも十分知ってると思います。ですけども、もう一回ね、ちゃんと復習をするっていう意味でもですね、この,あの否定文っていうのはちょっと置いておきたいと思います。で、ここで言ってることはもう、B 動詞が分かって、基本は B 動詞ですからね、ここ、もうポイントいっちゃいますけども、否定を作るときは、もちろん NOT を使いますよね。で、基本的にはこの受け身、受動体って何を使うんだったっけなと思い出すと、B 動詞プラス過去分詞でしたから、 B 同士を使った文章なんだっていうことを思い出せば、もう何回も言ってますが、B 同士の復習ができていれば、現在、過去、未来ね、えー、そして否定形、疑問形なども復習できていれば、ここは何という問題はありません。ねそれに過去分詞形がくっついているだけなので、それが分かればですね、あのー、さらっといけると思います。だから半分復習のつもりでこれを聞いていただけるといいかなと思っています。 では行ってみましょう、えー。ポイントね。指定は not で、えー、表現しますよ。ね基本は be 動詞の文だからねということを踏まえた上で。じゃあ行きます。えー、3つ例文がありますけれども、一つ目。English is not spoken in this country.English、ね、is not spoken in this country. はい大丈夫でしょうかまあ ?English ですから英語はってことですね。で is で、ここ、not って言いました。はい。なので、何々ではありませんっていうのが、まず候補になりましたね。で、その後で、spoken。これね、sp, o, k, e, n という、えー、単語になります。これ何みたいなあの。あんまり見たことはないかもしれませんね。はい。多分、この英語講座ではですね、まだあのご紹介してないものだと思いますので、ちょっと覚えておきましょう。これは、speak。話すっていうね、単語がありましたね。言葉を話す。speak English。speaking って言いますよね。 それの過去分子形です。はい。なので、これはスピークの過去分子形ですよということを覚えておいてください。えスピークの過去分子ですね。はい。えー、ここからわかるように、スピーク度とはなりません。なので、スポークン、ス,まあ、スポケンって書いてるんですけどね。スポケン。スポーツ研究会かみたいなね。あの、でも、スポケンって書いてて、あのー、スピークの過去分子っていうことは、 これは不規則動詞ですよ、ね。不規則動詞です。でちなみに、えー、これの過去形、過去分子形じゃなくて、その前の過去形は、スポークって言って、この N が抜けるやつです。SPOKE。これでスポークになります。あの過去形ですね。話した。ですねでスポークンっていうふうに N をつけると、えー、過去分子形になります。と、はい、いうような感じですね。じゃあ、えー、最後見ていくと。 in this country. で、えーまあ、このカントリー、国ですね。この国の中では英語は話されていませんです、ねはい。英語はこの国では話されていません。という風な表現になります、はい。なのでここに否定形のノットをちゃんと押さえた上でやっていきましょう。ね、でこの is not spoken これで話されていないです、ね。話されていない。 これ、not がなくて、is spoken だったら、もちろん話されているですね。話されています。それに not つけるので、is not spoken ですけども。じゃあ、これちょっとね、復習って書いてますけども、短縮形の復習もちょっとしておきましょう。これも中1レベルです。知ってることばっかりですけども、ちゃんと押さえておきましょう。is not 今出ましたね。これの短縮形は何ですかもう,もう秒殺で出ますかはい。これは isn とですね。はい、こうでしたね。 isn, apostrophe t ですね。n apostrophe t がよく出てきますからね。はい。じゃあ次です。2番目。These books were not used in class.These books were not used in class. ということになりますが、えーと、これはどうでしょうかね。えー、まず these。これちょっとまだ言ってなかったかもしれませんね。these ね。これはこれらという意味です。これら。これらのね。これらの というふうな意味になります。This ってありますよね。This.This this これ。このね、This country の This。これが単数形ですよね。一つしかない。それの複数形が These になります。はい。なので This から These になってこれこれらのという複数形になってますね。複数形になるので、その後の Books、ね、本って書いてますが、これは S つきます。These books。まあ、それはそうでしょうね複数。複数形になるんだから S をつけましょう。ということです。では次。 were, 呃えっ、ー、と、B 動詞が出てきましたね。B 動詞が出てきた。過去、過去形だなと。ね、えー、books っていう,うに複数形になってるから、were になってるなっていうのがわかりますね。was じゃないと。not, で、何々じゃなかったですっていう風に言ってますね。で、used, これ、use d 覚えてますか使うという単語でしたね。だから、使われていなかった、使われなかったっていうんですね。え、were used, これ、not じゃなくてね、were used だったら使われたになりますね。 使われた。ですが、not がついているので、使われなかったというふうな意味になりますね。はい。大丈夫でしょうか。ここで not がついているのと、used っていうふうに、過去分詞形になっているのを確認してください。ね。で、in class というのは、これ授業でってことですね。クラス、授業っていうことですね。クラスの中で、授業の中で、これらの本は使われなかったということですね。 あの参考図書とか大学だったらね、参考図書こんなんがあるよ、こんなんがあるよって先生出されると思います。でもそれはまあ、読んどいてねみたいな感じで言われて、えー、実際に、えー、授業で使わないのみたいな。僕、これ参考図書って言われたから買ったんだけど、授業では使わないんですかみたいな。そんなんたまにありませんか。で、ね、あのまあ、参考図書、先生からすると、そりゃ読んでほしいんですけども、けどもそれを、えー、授業で扱う時間もないので、まあ、読んどいてねっていうわけですよね。 はい、というわけで、そういうような時に、these books、これらの本は were not used, 使われなかった、えー、in class, 授業で。ということですね。はい。じゃあ、ここに were not 出てきましたから、ここやっておきましょう。were not。これの短縮形、復習していきましょう。これの短縮形は何ですか秒殺で出ますか ?weren't ですよね。まあ、were をそのまま書いて n't で締めるというふうな形になりますね。大丈夫でしょうかね。はい。 では、3つ目の文をいきましょう。これちょっと面白いというか、あのちょっと偏見入ってるかもしれませんが。Bad people will not be respected.Bad people will not be respected.、はいえー、多分知っている単語、これ bad は知ってますよね。bad っていうのは悪いっていうね。はい、bad。これあの比較のところであの思い出してほしいんですが、bad の比較級、最上級って覚えてますか だから、バッドが悪いだったら、比較級ってもっと悪い、ね。最上級だったら最悪だっていう意味になりますが、バッドの比較級は worse っていうのがありましたね。まあ、これちょっと今あのよよ、余白に書くだけなんですが、worse。w o r s、e、ねで、最悪だっていうのは worst ですから、worst になりますね。はい、こんなのがありましたよっていうのをち,ちょっと頭の片隅にね留めておいてほしいなっていうぐらいです、はい。というわけで、悪い人ですね。 悪い人がどうなんだというと、ここですね。will not be.will が来てるので、何々でしょうっていうの言ってるんですねで。not が来てるから否定して、何々じゃないでしょう。何々ではないでしょうって言われてる。で、何なのかというと、be respected。あ、be 動詞がまず来てるし、まあ、not もちょっと線引いておきましょう。で、えー、be 動詞が来ていて、過去分試験になってるなっていうのはわかりますね。このあのあ 見たことない単語かもしれませんが、最後 ED で終わってるので、過去分子系じゃないっていうふうに思うことができます。えー、過去系かもしれないよねと思うかもしれませんが、B 動詞が前に来て、その後過去系っていうのは来ません。B 動詞が前に来ていて、ED となってたら、これは過去分子系になります。ね、なんでだって、受け身の作り方って B 動詞プラス過去分子だからですね。はい、だからこれって過去系じゃないのと思うかもしれませんが、過去分子系です。分子系ね。はい、えーまあ そういうことですが、じゃあ、リスペクトって何 ?RESPECT と書いてます。これでリスペクト。これ聞いたことありますかねあの、右道山だったかな昔あの,昔あのラッパーがいてですね、あのライフタイムリスペクトっていう曲、えー、を作ってました。えー、リスペクト。そそのあたりからですかね、このリスペクトっていうのがもうカタカナになっちゃってるんですけど、これ尊敬するっていう意味ですね。尊敬するという意味です。はい。 なので、これは覚えといていいんじゃないかなと思いますが、尊敬するという意味です。はい。えー、尊敬する。でかつ、尊敬というあの名詞にもなります。えー、尊敬という名詞、ね、にもなります。respected。はい。なので、悪い人は何々ではないでしょうって書いてますね。何々ではないでしょう。で、be respected。be, プラ be 同士プラス 過去文字が来ているので尊敬されるというふうにこの2つの単語でなるわけですね。尊敬される。で、そうではないでしょうってなっているので、尊敬されないでしょう。ですね。尊敬されないでしょうとなります。悪い人は尊敬されないでしょうって。なんという <laughs> 口頭向けな文章なんだと思いますが、あの悪い人は尊敬されないよね。 まなんかちょっと日本語にはなりにくいんですが、あのまあこういうことですね。ちょっとリスペクトという単語を使いたくて、ちょっと極端な文章を使ってみました。すいません。はいというわけで、じゃあここの will not be が出てきたので、will not の短縮形ここにね復習で書いてますんで、皆さんちょっと思い出してみてください。will not の短縮形出ますかこれは want でしたね。won't でした。want。ね 大丈夫でしょうか残りはですね、アーなっととわずノットの短縮形です。これもちょっと片付けてしまいましょう。まず、アーノットの短縮形はアーンとになりますね。そして、わずノットの短縮形はわずんとになりましたよね。大丈夫ですか aren't, w a s ー t weren't, ーん n t ねはいこのあたりの短縮形は、まあ、もうほぼ暗記というか、もう手がまず先に動くっていうレベルまで持っていってほしいなと思います。 と言いますのも、まあもうこの101回目ですけれども、この中で多分10回ぐらいはこんな、まあ5回は絶対言ってるな、5回ぐらいはこの短縮系の復習してると思うんで、まあもう覚えれるんじゃないかなと思います。はい。えー、というわけで、今日は受け身、受動体の、えー、否定文をやりました、えー。受動体とはいえど、B 動詞プラス過去分詞系ということで、基本は B 動詞の文章なんで、否定はノットをつけますよね。で、ノットをつけたとき、こんなのありましたよね。短縮系ありましたよね。ね。 でえー、基本は B 動詞プラス過去分子になってますよ。ね、そこの間に NOT をつけますよ。短縮形になった場合はこういうふうに使ってね。短縮形になったら例えば問題の空欄で3つ、えー、is not spoken だったのが空欄が2つしかなかったら、あれ、2つしかないので isn't にね、短縮をして1つ空欄を節約するという、そんな感じですね、はい。そういうふうにできるようになってほしいなと思います。大丈夫でしょうか はいもう少しでまあ、受動態も終わりに近づいてきたと思います。そこまで現在管理報道は長くないんじゃないかなと思いますが、まあ,あともうちょっとですね、受動態受けにの、えーまあ、いわゆるイディオムっていうんですかね、あのよく使われる表現っていうのがあります。はい、えー、例えば、BE interested in、何々に興味があるとかね、そういうような表現、これはね、めちゃめちゃよく使う表現が結構出てくるので、そのあたりを次回以降ですかね、ちょっと、えー、また。 教科書を見てですけども、あの判断して進めていきたいなと思います。では今回は以上になります。ありがとうございました。